はいどうも、しぶっちファミリーチャンネルのしぶっちです。世界5カメのすべての少女6年目開始していこうと思います。現在高校2年生かな。あ、3番区の少女接触してきましたね。え、先生は知ってんの？3番区の少女はどんな食生活を送ってるんでしょうね。あ、この町海はあるのか。そっか。年末にまた来るの？嬉しくないな。この町しか知らないからね。彼女も背負ってるものがあるんですね。審問官がね、3人以上クリアできた場合、このように、シーズンを5になる提案がされます。わざわざね、新エンディングまで、4回やれって教えてくれるのは嬉しい限りですが、今からやってもどうせ足りないので、これは受け入れません。ひとまずね、本当にゲームクリア、普通のエンディングゲームでクリアしていきたいと思います。やる気だけはあるアルバイトが集まっていると逆境が起きた時に、ほっといてもね、特別区の、はい、でしょうね。え、特別区、ほっといても 69% になるという。ただね、この辺が活発化しないとステータスあんま増えないんですけどね。とりあえず人探しに行きましょう。どうしようかな。ああ、
疲労度が溜まってるんですね。それでストライキを起こすんですね。せっかくパレード起きてるんですけどね。ちょっとキャンパーを上げましょうか。ガリキャンパー。これは次、カルケッコキャンパーに。カルケッコキャンパーの能力はわかりません。そろそろね、人材のスケーカスよりも少女のスケーカスをメインに上げていきましょうか。これこんなのおかしくない？アンサー A、アンサー B、 カイング、カイングなの？ KNG30 けど、まあどうしてそう思った？バグかな今。先生が言ったんだから先生のおごりでしょう。ああ、本当だね。まあ、赤ちゃんもね、ハイハイとか歩いたりするまではずっと学校でね、移動だからね。全然外食も大丈夫。ベビーカーを嫌う子供はね、なかなか連れ歩くの大変ですけどね。今更だな。むしろ緊急事態を起こす。あえて起こす。特別区が100人。娯楽の、疲労度なかなか回復しないね。そっか。一箇所だけで上げていくのは難しいですね。指導者4人、もう1人いるな。技術者15は無理かな。
子がカルケットキャンパーにしようって言って結局ないじゃん。休まし券をミストライク起こすのおかしくね？どういうことよ？納得いかねえ。キャンパー全部4になるのか。オクタキャンパーに変身する。え、減ってない？あ、じゃあカルケッコキャンパーは全部3なのか。あん？ふたりキャンパーがカルケットキャンパーに変身したのに、ふたりキャンパーが残っているバグかな。まあいいか。結構バグが腰から致命的になりますね。めっちゃステータス増やせれるじゃん。
あ、戻ってきた。まあ今回はお休みで。全部休ませる。こつなら小さな子が起きてる時にする、ね、今回は何もなしですが、次回熱狂化します。完璧じゃない。これで全部 OK になって、で発覚するんだよね。はい、いつもの流れです。めっちゃ増えるが活性化させる子。増えた。ランダムが緊急事態か特殊現象を起こす。やめて。起こさないで。よし、行けー。まあ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 ね。はい、小さな。ガンガン起こしていきましょう。本業区が熱気を帯びている。うん。これ 1% は疲労？娯楽区域めっちゃ疲労たまるな。ね、本業区をこれで 100% にする。はい、強行指数が上がると何もできなくなっちゃうんで、
割り切れない思い出が取れない。祭りと大駒キックが頑張っていきましょう。一回だけやり直しは効きます。ここの会話も同じですね。やっぱりスケーカスはだいぶ負けますね。4番に嘘なので知識どっち行くべきかな。まあこっちかな。一発で9000件500個よ。釣りの思い出ドン。結構長せんか。わあ。ちょっくんなし。ああ、厳しい。知性とかやめて。あかんって。いや、3人をクリアできない。あしか？え？何？バグってない？最終フェーズ。
宇宙調査船団、以前に打ち上げか宇宙船をここへ行くのか。そこならばコンピューターとかが使えるんだね。本当かな。結構やっぱり基本的には宇宙人と本格起こるんだね。で、人類の救助を求める。はい、6限目終了です。問診官一人にしか OK をもらってない気がするんですが、なんか進んでるみたいなんでいいかなと思います。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。